はい、ベルリンからシャイト・ケンチュケです。今日は夜のアトリエでノンアルコールビールを飲みながら自分と語ります。よかったら皆さんも一緒に飲みながら見てください。まあ、ベルリン来る前はじゃあ、こう、パリに住んでたって言うじゃない。あ、住んでた、住んでた。パリはどうだった？パリではね、いろいろあったんで、僕とパートナーのアルチの2人で日本からパリに移り住むことになって、アルチが一足早くパリに行ったんで、僕は仕事の関係で日本にいて、1ヶ月後ぐらいかな、パリに行く段取りになっていた。まあ、そういうことはあるよね。でね、パリにいるアルチとメールとかスカイプでやり取りしながら、僕は日本にいて、パリに行く引っ越しの準備をしています。まあ、なんかほのぼのしてるじゃない。いいな、なあ。まあ、それである日、家で一人でテレビを見ていた。まあ、日本の自宅でね、今日で、ぼーっと見ていたら、パリの特番がやっていたんだ。おう、あなたにとってまあ、タイムリーな番組じゃない。そうそう、で、その特番のタイトルが、パリの荒くる若者たちっていうタイトルで、タイムリーじゃないね。パリの治安が悪化しているのを取り上げている番組で、ほら、パリの一般的な華やかなイメージってさ、エッフェル塔、凱旋門、ノートルダム、ベルサイユ宮殿とかね、まあ、テレビで流れてるパリはまたそれと違う一面だったわけだ。その番組で女性レポーターがこうマイク片手になんかパリのどっかの広場に立ってレポートしてるわけ。でね、こうそのレポーターの後ろにこうモニュメントが立っていたのね。どうなん？なんかガラスの塔みたいな。それルーブル美術館じゃないよね。ああ、違う。もうね、あんな華やかな感じじゃなくて、もっと古びた感じのモニュメントで、多分有名でもないし、もっと知っちゃうよ。でもなぜかそのモニュメント覚えちゃったんだよね。初めて見たのになぜかね。なんか心の何かに触れたんだよ、それ。で、そのモニュメントがある広場で、レポーターが喋ってるわけ。この地域の治安が悪化してる現状を喋ってるわけ。まあ、パリでも危ないとか危ないからね、まあ、気をつけないとね。で、しばらく経ってやっとパリに来ました。で、アルチが待ってるアパートに着きました。おお。で、次の日かな、買い物がてら散歩しようと。まあ、アルチが案内してくれる。パリ生活の始まりだもんね。ウキウキするよね。で、歩いて、まあ、いいよねいいよねって言い合いながら歩いていてね、家の近くにそのモニュメントがあったの。わあ、あれ、あれ、危ない危ないって。で、ある時にテレビで見たことを説明して、ここ危ない、この広場は危険だ、大丈夫だったの、そこで暮らしてたんでしょ。まあ、それがね、結論から言うと意外と何もなかった。もっと言うなら借りてくれって。まあ、本当、意外だね。なんで多分、原因の一つとして、そこ、場所的に観光名所があるところでもなかったんだよね。ああ、もう多分、地元の地元だね、それ。で、観光客とかいないから、で、パリで外人が狙われるときって、観光客目当てのチュリとかそういうのが多いの。場所もじゃあ、観光名所とか、まあ、外人とか観光客とかで賑わうところで、そういう被害が多い。だから僕らが住んでたあたりって、そういうことを知る人たちが多くいた地域かもしれない。でも彼らはそういうターゲットを探しにこう観光名所に向かうのね。ターゲットはそこにいるのに、そう、ここにいるのに。でもまさか彼らもターゲットがこんな身近にいるとは思わなかったのかもしれない。もう大もそこらしだわね、それ。そう、逆に地域悪いと言われてた僕らの住んでた場所よりも、華やかな観光名所に遊びに行った時の方が危ないと感じることが多かったからね。なるほどね。そう、住んでみると、また違った面が見えてくる。なんかヨーロッパ生活の始まりからして、面白そうだね、それ。それから？それはまた今度話そうよ。長くなるから、じゃあ。あ、オッケーオッケー。じゃあもう遅いから、おやすみ。ベルリンから出て。